べもぐの口コミ、えい、はい、喫茶店やカフェには喫茶店やカフェに喫茶店やカフェにまつわるいろいろな話を落ちていきます。おちじめのお店やお気に入りのメニューなどもあれば教えてほしいというコーナーです。いや前回ね、コメダのループからやっと脱出しましたよ、あれループだったんだ、通りで抜け出せないと思ったいやでも最高だったけどね、あのループもね。そうなんですよね、いろいろなおすすめの話聞けて楽しかったんですけど、ね、はい、うん、ということで今日もおすすめのカフェ紹介していきましょう、はい、お願いします。これはね、うん、いくつか来ていた同じ北海道のお店のお話らしいですよ。北海道、そう、ドサンコですがさんからいただきまして、すごい、そのまま1話から楽しんで見ています。 ありがとうございます。北海道に、うん、ジェラートリコリコというアイスクリーム屋さんがあります。 えすごい、アルファベットの綴りは違いますが、うん、リコリコです。美味しそうですね。まだ見てないから確かにとか言う今写真を出していただいたんですけどね、はい、新千歳空港にもお店がありますので、もしもイベントで北海道に来られる際はぜひ行きたい。ちなみにウェブで検索するとすぐ出ます。それではもぐもぐということなんですけど、実はあの、結構お店の紹介いただいておりまして、へえ、いろんな方から、はい、そうなんです。でちょっとあの、うん、他にも情報がありまして、うんうん、これはあの前髪にグミついてましたさん、おいおい、なんと2回目の、おいおい、今日も前髪にグミついてんぞ寝る前グミ食べてたからそんなついてたそんなことで前髪にグミつくかっていや話ですよ、面白いね。そもそも寝る前にグミ食べんちょっとね、やっぱなんだろう、お菓子はね寝る前ちょっと食べにくいなっていうあれですよね。はい、その、うん、グミさんが、うん、カフェジェラートリコリコエニワ本店というところでは、本店がそうか、はい、今年の4月にカフェとなってあのオープンしましたよと。なるほど、いうことらしいので、ジェラートの、そうなんですよ、以外でもカフェもやってるってことか。エニワ市にオープンしたそのジェラートリコリコエニワ本店はカフェがあって、メニューは、まあ、メインはジェラートなんですけど、うん、コーヒーとかビーフシチューとかスープカレーとかビも提供してるらしいですよ。いろいろあるんだ。そうなんですよ。いいな、行ってみたいな。いいですよね。これはぜひちょっとリコリコのイベントを北海道で。そうですね、はい。行きたい。そう、行きたいんですよね、うん。そうそう、北海道といえばクラリスさんでございますけれども、うん、はいはいはい、ご存知だったりしますか？はい、はい、もちろん知ってます。知ってます。お、やっぱそう。なんですね、ご存知なんですね。行ったことってあります？私カレンは一度だけ行ったことがあって、うん、はい、ジェラート自体もあの北海道の食材を使ったものが多いので、もうすっごく美味しいですよ。そうなんですね。食べたい。おすすめの味とかって、食べたお味とかおすすめの味とかありますか？おすすめは北海道といえばのハスカップもおすすめなんですけど、うん、はいはい、野菜のジェラートとかもありまして、のかぼちゃとかとうもろこしとかもあるので、こちらも絶対に美味しいと思います。絶対美味しいですよね。いや、ま、あ、うわ、今ちょっと写真出していただきましたけれども、あ、かぼちゃ、え、これ青いのなんだ、青いのマーブルって書いてありますね。マーブル、マーブル、ごめんなさい、ま、見えないですよね。見えないのにこの青いのなんだとか言っちゃった。いや、ま、待て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 、お、どうしました？クラリスさん来とる。そうなんですよ。このね、もうもう聞いている方を置いてけぼりにするような感じでクラリスさんにご登場いただきましたけれども、ちょっとさらっと、はい、なんとこちらの食べもぐの口コミのコーナーにてですね、はい。